T1 型はペンシルバニア鉄道が製造した旅客用の点打式蒸気機関車。レーモンドローウィの衣装による流線型の車体と先進的機構で有名になったが慢性的な空転という致命的欠陥と蒸気機関車からディーゼル機関車への動力近代化の波が相まって短命に終わった。この機関車の特徴としてはデュープレックス式という機構を持つことが挙げられる。 これは、動輪4軸を前後2組の動力機構に分けたもので、マレー式と似ているが2つの動力機構の間に関節がなく1つの大枠に一体化しているという相違点がある。デュープレックス式機は1938年に SHK6 から4から4から6がボールドウィーンで製作され、戦後にアルトゥーナで25両、ボールドウィーンで25両の 計5 0両が量産されている。T1 以前にペンシルベニア鉄道で新規に開発された旅客用機関車は1914年から1928年まで生産された K4S 型と1929年に実験的に生産された K5 型だけだった。1930年代に入ると K4 が牽引可能な車両数では運搬能力に不足が見られるようになり、 10連で牽引する状態になる。予備の機関車で、運行自体は継続できていたものの、2両の機関車に、それぞれ2名の乗員を乗せるので列車ごとの経費が、割高になってしまっていた。また、ライバル社のニューヨークセントラル鉄道では、4から6から4、ハドソンや4から8から2、マウンテン型、4から8から4、ノーザンなどの新型の蒸気機関車を製造しており、 ペンシルベニア鉄道の蒸気機関車は時代遅れになりつつあった。そこで状態化した K4 型充連運用を一両で置き換えできることへの期待も含めてより大型の旅客用蒸気機関車の開発が決定された。1930年代後半、ペンシルベニア鉄道は蒸気機関車の開発を開始したがそれは従来までの保守的な開発とは異なっていた。 長年開発に協力したボールドウィンの設計者たちは同社の最新の概念であるデュープレックス式の導入を提案した。これは間接式機関車のみが備えていた二組の走行装置それぞれにシリンダーと連接棒を備えるという仕様を一体の大枠に収めたものである。これによりシリンダーの小型化と連接棒や主連棒の軽量化が可能となった。 デュプレックス式では、主連棒の動きが完全に揃うことがないので、軌道上でのハンマーブローを低減することが期待され、商用席の祈祷によって高速走行が実現できる予定であった。この車両は構造上の問題を抱えていたために、その運用、整備が困難であった。デュープレックス式には、主連棒の動きが完全に揃うことがないために、 空転しやすいという特徴があり、加えてトルクがあまりに強力すぎたことによって車輪トレイル間の粘着力不足が問題になったのである。マレー式では主連棒の動きは自然と同期されるものであり、問題とはならなかった。対策としてポペットバルブの変更や筆頭の変更なども加えたものの解決せず、豪快なスリップは鉄道ファンを喜ばせただけに過ぎなかった。 保線員や整備員にとって悪夢としか言いようのない事態であり、K4 型の復帰やディーゼル機関車に代替される形で、たちまち T1 型は花型特急から普通列車に格落ちしてしまった。ある鉄道士屋は、過失面積とボイラー容量以外は全てよくできてると褒め、実際その二つが問題だったのであり、トルクが限度を超えたものでなければ、 デュープレックス式にもハンマーブローの低減というメリットがあったのである。また鉄道研究家で元国鉄技術者の久保田博士は T1 を実績のない技術には慎重にならなければならないことの判例と評価した。T1 型は1953年まで運用されたが問題の原因究明と解決がなされないまま運用を終了した。保存機は存在しない。 2014年から非営利団体、ザ・ T1 トラストが53秒目の T1 となる5550の申請を行っている。5550の完成予定は2030年頃であり、イギリスのマラード号が1938年に記録した時速 203km の蒸気機関車の世界、最高速度を突破することを目的としている。 現役時の T1 がこの速度を突破したとする報告があるが公式には確認されていない。ありがとうございます。